here they are for one and all. The moments are about to call. Come on and sit down here with me. They're here for you on your TV. They are the moments. They are the moments. So come with me, give me your hand. I'll take you up to Moomin Land. You can fly just like a bird and sing the best song ever heard. There were the Moomins. 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 Ba 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 ba. ムーミン家の周りにできたジャングルには動物園を逃げ出したトラやサイも住み着いたのです。ねえ、ムーミン見なかった？夕方から見てないよ。そう、一体どこに行ったのかしら。その頃ムーミンとフローレンは大蛇に追われ海の方へ逃げていました。もうダメ、ムーミン。僕に捕まって、フローレン。おーい、おーい。ん？あの船のところまで行こう。おや、こっちに向かってます。やっぱりカバのようですね。助けますか？うん、だが我々の動物園から逃げた連中ではないようだ。もう少しだ、フローレン、頑張れ。助かった。さあ、早く上がって。どうもありがとうございました。私たち大蛇に追われていたんです。見ていたよ、食べられなくてよかったな。助かりました。この船は何の船ですか？動物園の船だよ。動物園？ワニだ。だいぶ手こずらせたが、やっと捕まえた。そうか、それで海にワニがいなかったんだ。あと一匹どこかにいるんだ。今それを探しているのさ。まさかカバが見つかるとは思っていなかったがね。カバだって？カバですって？お前たち、どこの動物園から逃げ出したんだね？僕はムーミントロールです。カバじゃありませんよ。カバだなんて失礼よ。そういえばカバとはちょっと違うんじゃないか。いや、こういうカバもいるんですよ。僕は確か本で見たことがあります。本当です。あなたたちは動物園の人のくせにカバとムーミンの区別がつかないんですか？こんな分からず屋を相手に話をしたってしょうがない。さあフローレン、早く船を降りよう。ダメだ、お前たちは動物園の檻に閉じ込める。逃げるんだフローレン。逃がすな。みんな、あのカバを捕まえろ。どこに逃げるの、ムーミン？海さ。ボートを下ろせ、早くしろ。動物園に入れられちゃうなんて絶対に嫌だ。お前たち、どうしてまた海に戻ってきたんだい？逃げなくていいよ、お前たちを食うつもりはない。本当？お、ボートがやってくる。あいつら僕らを動物園に入れようとしたんだ。それで逃げてきたんだ。なるほど、やっぱり動物園の船か。ワニが捕まってた。そうか、よし、じゃあ二人ともオイラに捕まって。オイラも動物園なんかに絶対に戻るもんか。さあ逃げるぞ。しっかり捕まってるよ。ほら戻ってこい。
ムーミンだけじゃない、フローレンも。そんな、あなたちゃんと見ていたの？嘘じゃないさ。今まで帰ってこないってことはヘビに食べられちゃったんだと思うね。どうしてムーミン谷にニシキヘビがいるんだ？ジャングルには絶対ニシキヘビがいなくちゃいけないんだよ。つまりあんたが連れてきたのね。パパ、ムーミンを探しに行きましょう。スティンキーだって実際に食べられたのを見たわけじゃないんですから。そりゃ見ちゃいないけど間違いないと思うね。ニシキヘビはどこでムーミンと出会ったんだ？沼だよ、海の近くの。よし、行こう。ママ、私も行く。あなたはここにいて、もしムーミンが帰ってきたら私たちが沼の方に行ったことを教えてやってちょうだい。スティンキー、案内してくれるんだろうね。あ、おお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 。あんた、ムーミンたちを食べたんじゃないでしょうね。ただいま、ママ。まあ、ムーミン、フローレンも。お友達だよ。まあ、大きなお友達ね。さあどうぞ、好きなだけお入りになって。スティンキーがムーミンはヘビに食べられたなんて言うもんだから。あら、スティンキーどこ行くの？そうなんだ、ヘビ君がスティンキーにけしかけられて僕たちを追いかけたのは本当だけど、食べる気なんか初めからなかったんだって。それよりパパ、今とっても心配なことがあるんだ。なんだそりゃ。動物園の人たちがこのヘビ君や他の動物園を逃げ出した動物たちを捕まえに来てるんだ。うん、俺ら動物園に帰りたくない。パパ、僕たちで守ってあげようよ。ああ、いいとも。トラさんやサイさんも動物園には戻りたくないんでしょうね。だろうね、今あのジャングルで自由で快適に過ごしてるんだから。ヘビさんもジャングルの中でのんびりなすってはいかが。今晩はまだ動物園の人たちはやってこないでしょうから。きっとふるさとにいるみたいな気がするよ。ああ、そうさせてもらうよ。私がジャングルの中案内してあげるわ。本当によかった、あなたたちが食べられたんじゃなくて。でもちょっと困ったことが起きたんだよね、フローレン。ええ、そうなの。私たちカバだと思われたの。カバ？誰がそんな馬鹿げたことを考えたんだ？動物園の連中だよ。それで僕とフローレンを動物園に閉じ込めようとしたんで逃げてきたんだ。なんということだ、私たちムーミン一族をカバと間違えるなんて。それじゃあその人たちはヘビさんやトラさんたちだけでなく私たちも動物園に連れて行くっていうつもりかしら。そうだと思う。よし、動物園の連中には我々の友達を引き渡すことはしないし、まして私たちが動物園の檻の中に入ることは絶対にありえない。私ね、ヘビが猛獣を同締めするところが見たいの。あそこにいるトラなんかやってみる気ない？あのトラの夫婦とは動物園で物心ついた時からの友達さ。ねえやって、そばにいるスティンキーで我慢する。スティンキーはオイラを檻から出してくれた恩人だよ、そんなことはできない。まったく見損なったよ。お前たちトラはそんなにでっかい爪を持ってるくせに、どうして太ったムーミンを追いかけないんだ。悪かったね、僕らは根っからの動物園育ちだから、動いている生き物には食欲が湧かないのさ。じゃあなんなら食欲が湧くって言うんだ。そう、ドッグフード。ドッグフード？あの犬の食ってるやつ？いつだったか動物園でお客さんから内緒でもらったドッグフードはなかなかな味だったね、えハニー。そう、あれは美味しかったわ。ダーリン持ってるの？ドッグフード。パパどうする？うん、動物たちをこの家の中に隠すんだ。急げムーミン。うん、わかった。動物園の連中がすぐ近くまで来てるんだよ。急ぐんだ、さあ急いで。さあ早く隠れるんだ、急いで。さあ
力を入れて寝てます。よいしょ。あんまりいい隠れ場所じゃないと思うけど。トラはもっと勇敢だと思っていたわ。動物園の連中は苦手なんだ。ここにいれば別に隠れなくてもいいんじゃない、ダーリン。でもこの方が安心なんだ。大丈夫よ、これで見つからないわ。ありがとう、ママ。変だな、一体どこにいるんだ動物どもは。うん、いた！いたぞ！あれを見ろ！間違いなくあの家だ。パパ！動物園の人たちがこっちにやってくるよ。静かに落ち着くんだ。みんな、私たちは決して君たちを見放しはしないぞ。安心しろ。ママ、お茶。はい、パパ。やあ。やあ。あ、いや、あ、いや、皆さん、お揃いでどこかお出かけですか？我々は動物園の職員であります。おお、それはそれはご苦労様。あなたはこの家のご主人ですか？そうです、私はムーミンパパです。何かご用でも？お宅に動物園の動物たちが潜んでいることを突き止めました。誰がそんなデタラメを言ったのです？うちには動物などいませんよ。そこからは見えんでしょうが、実はニシキヘビがお宅の煙突から顔を出しているんですよ。ニシキヘビ？そう、確かに。いや、それは違う。違う？そう、きっとそれはうちの孫娘が煙突の中で遊んでるんです。あの子も随分首の長い子で。動物園の動物たちを直ちに回収する。我が家には入らんでください。動物たちを家から出してくれれば入る必要はありませんな。動物などいないと言ったでしょう。ちょっと待った、第一そういうお前さんはカバではないか？違う、私はムーミンパパだ。このムーミン家の主人だ。確かにこの家の主人だな。そうだ。諸君、我々はこれからこのカバの家に突入する。突撃準備。それは不法家宅侵入だぞ。うるさい、お前たちカバ一家も動物園に連れて行く。表の扉を開けろ。海一族の象徴、この帽子に誓ってお前たちは入れん。よーし、さあみんな強行突破だ。続き。所長さんの声だ。あんたたちは一体何をしてるんだね。この家に動物園の動物たちがかくまわれている。私たちはそれを取り戻しに来ただけなんだ。それにしても乱暴だな、扉を壊して侵入するのは。家の中に入れてくれんので仕方なくこうやってるんだ。本当にここに動物園の動物たちがいるのかね。それは間違いないさ。この家の煙突の先を見ればすぐにわかる。ほら、ニシキヘビの頭が。おかしいな。何もおかしくないぞ。さっき確か煙突からヘビの頭が。狭い、苦しい。いいか、これは命令だぞ。直ちに扉の破壊工作は中止せよ。命令に反した者は逮捕する。確かにこの家には動物たちがいるんだ。
そんなものはいないって言ってるんだ。見たかい？何を？今のカバさん。カバ？あのカバがこの家で動物たちをかくまってるんだ。もっともあのカバも一緒に連れていくがね。本気かね、それは。この人たち、ムーミンやフローレンを動物園に連れてこうとしたのよ。うん、それは犯罪だ。犯罪？多分誘拐罪が当てはまるな。だってここにいるのはカバ。違う、ムーミンだ。いいかよく聞け、お前たちのような危険な奴らは捕まえてもろくなことはないからやめた。その代わり10分以内にこのムーミン谷から全員退去しろ。わかったな。10分以内に出てかない場合は全員ボートに乗せて北極にオーロラ見物に行ってもらうことにしたらどうかしら。よしよし、その案は採用させてもらうよ。ミー、じゃ秒読みを始める。1、2、3。諸君集まれ。5、はっ。我々はこの際いかなる行動を取るべきか、ここで協議せねばならん。みんな意見を言え、早く。1分、1分30秒、2分、3分30秒だ。うるさいな、お前はあっち行ってろ。よし、じゃあ6分50秒だ。文句あるか。インチキだ。間違いなしの正確な時間を教えてやる。9分30秒だ。あと30秒で北極行きだ。逃げろ、みんな逃げるんだ。協議はまだ継続中です。いやバカ、逃げろ。おい、動物園の連中が逃げていくぞ。万歳、見てごらん、みんな逃げていくよ。いいか、今度ムーミン谷にやってきたら全員間違いなく北極送りだぞ。9分50秒、9分55秒。どうもありがとう。ミーが所長さんを連れてきてくれたんだね。そうよ、これでまたジャングル遊びができるわ。みんな出といて。こうしてしばらくは動物たちにとってもムーミンたちにとってもジャングルはとても快適な場所でした。そしてある日、冷たい風が吹いたのです。ああ、秋の風だわ。こう寒くなると熱帯植物が枯れてしまうわね、ママ。あの熱帯植物は一晩であんなに大きくなったんだから枯れるのも早いでしょうね。その通りでした。冷たい秋の風は一晩で熱帯植物を枯らしてしまったのです。ママ、僕風邪ひいたみたい。こんなに燃やしてるのにまだ寒いの？動物園は暖かかったな。あそこは暖房がよく効いていた。枯れたジャングルを燃やせば暖かいわ。あったかいな。暖かいわ。もう燃やす気がなくなっちゃったよ。寒いな。動物園は暖かかった。でも自由はなかったろ。ここには風邪をひく自由がある。私たちここで冬を過ごすことはできないわね。動物たちは動物園に戻ることになりました。ヘビ君、来年の夏また会えるといいね。そうだね、またムーミン谷に来てみたいよ。動物たちが帰ってきたぞ。いや、よく帰ってきたね。道に迷わなかったかい？さあ、早く檻に戻ろう。部屋の中はいつ帰ってきてもいいように暖かくしてあるよ。元気そうでよかったよかった。お腹空いてないかい？今日は特別にご馳走をあげるからね。おや、カバも一緒かい？
私たちはムーミン一族だよ。わかった。君たちも寒いので暖房の効いた動物園に入りたいって言うんだな。冗談じゃない。私たちは見送りに、うん、おい、このカバの一族も動物園に入れてやってくれよ。おい、そんなやめてくれ。私はムーミンだ。いや、遠慮するな。そのうちここがきっと気に入るよ。僕はカバじゃないよ。確かに純血種のカバじゃないようだけど、安心しろ。客には全然わからんから。パパ、僕たちずっとここで暮らすの？何か逃げ出す方法を考えなくてはな。何か考えたんですか、パパ？いや、今のところ何にも考えてない。泣くなよ、フローレン。僕だって泣きたいのを我慢してるんだから。今はいいわ、こうやって4人でいるんですもの。でも、もしバラバラで檻に入れられたら。そうだな、確かにそれは恐ろしい。この動物園の人たちは本当にどうかしてるよ。動物がシルクハットかぶったりハンドバッグ持ってたりすると本気で思ってるのかな。あら、誰か来るわ。スナフキンだ。エムレンさんもいる。ミーもいるわ。スナフキン。やあ、ムーミン。皆さん、今すぐにそこを出られますからね。どうぞ。私がこの動物園の園長です。この度は皆さんに大変ご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。これは当園の理事会からお詫びの印です。ミーから連絡を受けて、僕とヘムレンさんは科学アカデミーへ行ったんだ。ムーミン一族がカバでないことを科学的に証明してもらうためにね。アカデミーの総裁からこの園長さん宛に手紙を書いてもらったんだよ。あなた方がカバの種類とは全く関係がないことが分かりました。ねえ、ママ。何です、パパ。自由って素晴らしいね。本当に。ムーミン谷もすっかり秋になりました。新しい季節が来たのです。もうすぐムーミン谷に冬がやってきます。僕たちは冬中眠ってるんだけど、スナフキンだけは一人ぼっちの旅に出かけます。スナフキン、僕も一緒に旅に連れてって。次回、楽しいムーミン一家スナフキンの旅立ち、お楽しみに。